村上直樹のマーケットニュース皆さんこんにちはフリーアナウンサー大橋ロコです村上直樹さん今週もよろしくお願いいたします3月22日火曜日です <laughs> 今日ドル円相場120円の大台に乗せたということで今日はまあこれに絡んでアメリカの金利そして日銀の金融政策というところをお話し伺っていきたいと思うんですがまずはアメリカの金融政策先週3月の FOMC 注目されていましたがまあ予想通り利上げは0.25%から始まりました。まずはじゃあ FMC の見解から、はい、<laughs> そうですねまあドットチャートで、まあ、もう発表されているとおりですけれどももうパウエルさん含めて、えーまあ、今回の,その3月の会合をプラス含めて、えー、残り6回少な、はい、ませんすね少なん6回だから合計7回の利上げっていうのが一応もう示されたっていうことなんで、はい、もう今年の年末の段階で、えー、2%まで FF 金利が あとその来年にかけて、えー、さらに、えー、3.5回,、まあ、回ですね3回から4回というのが平均的になっていて、まあ、結構もちろんメンバーによってばらつきがあるんで今申し上げたのはこう平均値なんですけども、まあ、パウエルさんの位位はおそらくこの、まあ、少なくとも22円に関しては平均値だと思うので、まあ、もうパウエルさんも少なくとも2%まで、えーまあ、いなんあおま前はい。 言い方としてはまあ大幅にっていう感じになると思うんですけども、はい、え政策金利を上げるっていうもう決断をもうしているということが確認されたということで、まあ、正直僕の想定よりも若干タッカ派だったっていうのはあるんですけども、はい、まあもうこれはやっぱりそのなんて言うでしょう やっぱり利上げをこう止めるっていうハードルっていうかその条件っていうのが相当やっぱりこう高くなってるっていうことが多分示されたってことだと思うんですよね。あもうあのまあずっとね最優先はもうインフレの抑制で沈静化であると言っていてでフェドが使えるスタンスはもう使えるツールはもう金融あるいは政策機能をどれ,どれだけ上げるかで当然その。 このインフレ率が違うんで過去このね、えーまあ、2000年代以降からの,そのい,わいわゆる緩やかな利上げっていうのは、まあ、あんまり参考にならないと思っていたんですけどもやっぱりそれが、あのーまあ、示されたというか結局その毎回ごととか四半期に一回ごとやっていくんじゃ足りないし、はいあのー、やっぱり理論的にはその、まあ、インフレ率を超える今ね CPI のインフレ率っていうのは。 コアで見ても、4を超えて5、5五とか、それぐらいなんで、はい、やっぱり一気にそこまで、あの、一気にそこまで上げなくても、少なくとも中立的な水準まで、こう上げないと。 ななかなかインフレが、ね、抑制されないっていうふうにもう腹をくくったという、まあ、そういうことだと思いますね。昨日はあのパウル議長あの講演がありましてそこでもうあの次回は0.5だという話をしてまあ0.5とは言ってないんだけども、まあ、僕もちょっとこれ改めて読んでみたんですけども、はい、まあ単純にです、ね、あの次5月どうするんだと聞かれて、まあ、それは場合によっては50ベースポイントありうると。 いうふうふに答えたのかなと思ったんですけども、うん、そのどうやらお話しされてる内容を見るとあのニュアンスもです、ね、やっぱりちょっっと変わってるん要はえよりはこの中立金利っていうところに向けてそのより迅速にっていうちょっとこう強い表現、うん、その1月までよりもやっぱりちょっとこう1月まではちょっと素早くみたいな感じだったんですけども。 より早くこう引き上げるみたいな話もしてますし、まあ、あとあの、まあ、おそらくこの3月の FOMCO が25で始まったのはやっぱりそのウクライナの問題だったと思うんで,うん、はい、でそれまではまあなければ50ベースかなと僕も思ってたんで結局ブラードさんの意見にあのそうだろうと思ってたんですね。でまあ一旦これで仕切り直しかなと思ってたんですけどもあの先あの昨日の,そのパウエルさんの発言はその先ほどのそのより迅速にっていう話プラス その議論がやっぱりそのパウエルあの要はブラード総裁がおっしゃってるのと、まあ、結構似てきてるその例えば、まあ、1990年代の時にあの、まあ、まだインフレがすごくこう問題になっていた時に、えーまあ、結構あの債券市場を壊す形で大きく大幅な利上げっていうのはしたんですけども、まあ、それでも大丈夫だったみたいな話をされてるんですね。とこは、はい まあ、その時もその50ベースとか75ベース利上げしたりとかしてるんで<ー>結局その必要であれば25ベースっていうのはもう何とかあの刻まないよう刻,刻むということもうそういうフェーズじゃないよみたいなことを、うんえー、結構ニュアンスとして、まあ、ウあのブラウンさんはそれをずっと言ってるわけなんだけども、はいはい、でおそらくずっとこう,ちゅうちあ,のあれだと思うんですよそのパウエルさん中心にちどちらかという旗派の人はバランスをとっていたと思うんですけども。うん どうやらその昨日のパウエルさんのこう、まあ、わざわざあれをこう、えー、とブラードさんよりの,その発言をしたっていうことはちょっと僕もあの25ベースの利上げで考えてたんですけどもちょっとこれはあのもうよほどの、まあ、要は株が急落するとかっていうことがないと まあ50ベースになりそうかなっていう,ふうにまあちょっと僕も自身も考え方をちょっと変えなきゃいけないなというふうに思ってますはい中立金利は2.5からちょっと2.4に引き下げられる、ね。まあそこのまあそこもねあの人数がちょっと人が変わったんでっていうこともあるんであ<ー>まああんまり大きく変わってないと思うんですけどもい,すいや意味はなくはないと思うんですけども。うん 2.5から少し低いところになっていて、はい、でそうするとこうもう一気に中立水準までその金利が上がっていくっていうことをもうあの想定しているまあでもこれねあの名目の要はインフレ率がもうすごく上がってるんでだからそれはあのなんて言うんでしょうに上がった分に比べると、まあ、まだい要は緩やかとも言えるんですよね。だからあのやっぱり FOMC で示されたのは、まあ、大幅な利上げということであのという評価はできるんだけどでも名目の今の,そのインフレ率とかその実質金利の水準から考えると、まあ、オーバーキルするほどではないだそのあくまでそのインフレの上昇見通しの上昇に沿ったものだという意味でいうと、はい、決してその引き締め的ではないという議論だと思うんですよ。それはまあ まあそううかなっていう気もするんでおそらくそういう議論が他界の人から出されいやそこまで踏,き踏み込まなきゃいけないんだっていうふうにおそらく、まあ、パウエルさんも含めて、えー、説得されているっていうのが今の状況じゃないのかなっていうふうにう、えー、今のところを考えてますということなんで、はい、まあ結論はそうすると仮に僕の見立てが正しいんであれば。 そのまあ、もう債券市場のね折り込みはもう相当な金利,水金利上昇になってるんでもうこの,あの残りのね FOMC まだ6回あって6回以上もう折り込んでるんで、はい、まあ別に僕の見通しがすごく高はかって言われるともう債券市場はその昨日の反応で結構もう金利も上昇してるんですけれども。はい もうやっぱりそれを想定してもうあのこれから株式投資とかを考えなきゃいけない状況になっているっていうまあそういうことかなというふうに今のところ考えてます。ちょっと債近市場なんですけど、はい、あの昨日見たらあの10年債利回りよりも3年5年7年全部高いんですよね。もう、はいはい、ひっくり返っているで2年と10年っていうのが一応一般的に言われる景気後退のシグナル逆イードになると、えー、1年から1年半後に。 ーーきますよはい、はい、それがもう今もう差がわずかに接近しているだからもうあのそれはこれぐらい一気に利上げして、はい、かつその長期金利の水準が、まあ、やっぱりその Q あの今まだバランスシード調整というか QT やってないし、はい、まあ一応フェドが買ってるからやっぱり歪んでるって部分もあるんでやっぱり10年金利がやっぱり上がりきってないからどうしても逆ルドになりがちだってことだと思うんですよ。うん でだからあのー、ここはあんまり気にしなくていいんですかね,かね株式市場を気にするでしょうね<ー>少なくてもね、はい、まあだからあのー、このねあのー、まあ傾向台になるかどうかはちょっとまたもしあのね別の機会で時間あったらちょっと僕自身も考えまとめたいなとまとめたいなと思ってるんですけれども、はい、あのー、一見そのすごく大幅な利上げに見えるけれどもじゃあこのペースで利上げしたから後退になるかって言われると僕も あの危ういと思ってるんで少しその株はあのねあのコーシャスに見ているっていうの基本的に見方は変わんないんですけどもでもなる景気後退がねすぐ今年訪れるかっていわれるとまあそれはやっぱりちょっとこう時間もあの必要だしそんなにこうまあ過去の例見てもまあ年間で200ベースポイント2%の利上げってすごいように見えるんですけどもまあでもそれはやっぱり低インフレの中での利上げ が続いててたからってことだと思うんですねだからそこは少しこう頭をこう切り替えて米経済については少し冷静に見なきゃいけないかなというふうには思ってるんでんまあだけど少なくともやっぱり経済全体でいうとこのやっぱり大幅な利上げある程度の利上げが結構進むんで、まあ、成長率がね僕のイメージだとやっぱ今年2%せいぜいいけばいいかなっていうぐらいだと思うんであんまりその AEPS ベースでねあの 業績が上が上っていてい株が上がるっていうのはまあ厳しいしあとそのやっぱり金利が完全にその2%を超えるっていう状況になった時の株のバリエーションっていうのを考えると、まあね、株のマーケットはあのー、ねこの先週6%も上がっておいおいっていう感じで、まあ、それもちょっとね <laughs> リ,バっリバウンドが強烈で、はい、あれちょ,、まあ、ちょっとこう僕のイメージと違うなっていうのがあるんですけど、まあ、ちょうどねさすがにあの、あのー、なんて言うんでしょう まあ、ロシアの話だけでちょっと一喜一憂してるかなって感じはしますね。あはい、の株に関してはまあ実際その一番の先行指標は,要は原油とルーブルだったと思うんで、まあ、それが結局その一番悪かった時が3月5日ぐらいでそこから結構戻していて、まあ、株がそれにあのちょっと遅れる形で、まあ、先週リバウンドしたっていう感じだと思うので、はい、まあとりあえず一旦そのロシアの話をなくして、まあ、リバウンドしてるんだけどもこれからやっぱり。 その利上げを大きくしていく中で経済成長がやっぱり停滞するのでなかなか株が上がりにくいという状況に僕はなっていくんじゃないかなと今のところそしてそのロシアなんですけれども、はい、16日期日のクーポン、まあ、利払いですねこれはドル建てで行われたみたいなんですね。でで僕この金利を20まで引き上げて でまあ、通貨も戻ってますけど今3割減なんで、まあ、やっぱりそのロシアの景気後退とかマイナス成長というのは避けられないと思うんですけども、はい、まあ時間をこう稼げているっていうのがその要はあのデフォルトせずにドルベースでも利払いできてるっていう状況だと思うのでまだ4月に大きいの来ますけどなんとかその、ね、あの時間を稼いでいくことはできそうだって。まあ、それはやっぱり ヨーロッパとの関係が経済的な関係が切れないからっていうところだと思うんで,、うん、でそこはちょっとこうねあのやっぱりロシアがロシア経済がねいきなりあの縮小する2割3割縮小するっていう可能性はやっぱりちょっと低くなってるのかなでだらだらとこうヨーロッパとともに停滞していくっていう感じでそう考えると世界経済全体への影響っていうのが、まあ、僕はちょっと想定していたよりは少し え小さいかなっていうマイ,マイルドになるかなでそうすると結局一番その経済にとって一番のやっぱりリスクというかまあネガティブな要因はまず、あ、先ほど申し上げたその FRB の利上げっていうのがまあ結構大きく動きそうなんでまあそれがやっぱり一番のなんでしょうネガネガティブな要因になりそうかなっていう気が今どこしてますでもちろんこのねあの軍事的にどうなりそうかというのは僕はちょっとよくわからないので。 あの今の株式市場の何となくこう全部終わったかのような状況は少しちょっと行き過ぎじゃないかなと僕は、ね、買い戻,僕僕買い戻しされてますけどうん、うん、それはやっぱりもうい一旦材料じゃ今なくなってると思うんですよ。はい、まあでもそれはもう戦況次第でどうなるか分からないしあのそれはヘッドラインでまたこう下げる可能性はあると思うんで全然油断はしないんだけどもとりあえず今マーケット的にはもうあのこのロシアの話は一旦そのまあ まあ小さい規模の経済のところでこう地域的な紛争があってでまあそれが第三次世界大戦になるかみたいな議論が懸念がこうね3月の上旬に高まったまあ,あそこが一旦のピークだったって話なんでまあもう一回その同じような状況にならなければまああの要は小さいところの経済の停滞ヨーロッパの横のところで経済活動がどんどんしぼんでいって不可欠性が高まるっていうことと。 だけどそれが世界経済を及ぶ影響っていうのはやっぱりあのこのままだとどうやらあ,のあまり大きくなさそうかなっていうふうにちょっと見方を変えなきゃいけないなっていうふうに思ってます。 特に世界経済を牽引するアメリカとは、その貿易依存ってそんなに。うん、いやいや、もうほとんどないんですよ。ね、だから直接的な影響はないんで、うんうん、あの結局、まあ、あの昨日、あ、先週申し上げた、その原油高を通じてっていうことが一番の。アメリカの場合ね、はい、大きいんで。フレで,す、ね、で原油は、また上がって、今110ドルぐらいなんで、まあ油断はできないんですけども、まあ、まあ、先週申し上げたように、まあこれぐらいだったら、まあアメリカ経済が。あの、後退になることは、まあ可能性は低いと思うし。はい であとはそのヨーロッパが、ね、どれぐらいその景気が悪くなるか、まあ、ヨーロッパもその財政政策で、ね、発動していて多分、まあ、ちょっとあの僕自身細かく掲載しないんですけれどもおやっぱり成長率あのヨーロッパはもう少なくとも1%ぐらい成長率でこのロシアの話で1%下がる分を下がるという,いうのがもうほぼほぼの予想になっていて、まあ、それを穴埋めしていくぐらいの政策対応が出ればあ、まあ、大きな落ち込みが避けられるんじゃないかみたいな話になってるんで。 まあそうなってくると、まあ、世界経済の,そのインパクトは、まあ、あまり大きくならないかなという、まあ、そんな感じで今のところを見ています、はいはい、そしてドル円が120円まで円安ドル高が進行している背景にあるのが、はい、まあ日米金利差が非常に広がってきているということが一因として挙げられるんですが、はい、先週、日銀の金融政策決定会合 黒田総裁は改めて円安は総じて日本経済にプラスという従来の見方を示したということで金融政策は変更なしと4月分つまり5月に発表になる CPI からは2%を超える可能性はあるけれどもそれは一時的にこう超えたからといって金融政策は変えませんよということが確認できましたね。 それは心強いというかいまあまあ当たり前だと思う当たり前というかまあ当然そのそ、ね、なんて言うんでしょう、まあ、前から申し上げてますけれどもおちょっとアメリカとはねやっぱり状況が当然違くて、まあ、単純にそのアメリカでインフレになってるから日本でインフレになるかっていわれると、まあ、それはそうではなくて、えー、むしろお、まあ、アメリカの金利上昇のおかげで円安になっていることがあのもちろんその家計の負担 ガソリン高の悪影響をこう増幅してるっていう部分はあるんだけれどもでも全体で見ると結局その政策の調整とか金融緩和自体をやめるっていうかどうかということに関してはその2%インフレあってもそれはまあコアベースで見るとまだ全然いってないっていう話もあるしまた、はい、その需給ギャップ等々とか賃金のね先週もあった賃金の議論とかからするとまあそれはあの状況としてはやっぱり日本の経済の状況はアメリカ とも違うし、まあ、ヨーロッパよりもやっぱりちょっと遅れてるっていうそういう多分ご判断でらっしゃると思うんでまあ 外野は、ね、いろいろと、ね、言いますけれども、ね、まあそれは変わらないよということをこう今節丁寧に説明いただいたというのは、はい、多分その金曜日の黒田総裁の記者会見だったんじゃないかなというふうに総括できるかと思いますねここはしっかりと緩和を続けるというスタンスであるということは、はい、まあ安心ではあるんですが、はい、他方でメディアが悪い円安っていうふうに騒ぎ立てるわけですね。今日3月22日月は120円ににになったのと同時に、はい、政府があの国民に向かって って、えー、エネルギーの電力の需給逼迫警報というのを出しまして、<laughs> うん、使わないでくださいというふうにお願いをしているという状況で、うん、これを日銀のせいにされては困るわけです、ねまあ。まあ全然違う、まあ違いますし、違うんですけどね。まあまあ、違いますし、はい、あそのあの僕もそのね大平さんのごういやまあも全然そのそれとあの全然電力の話と日銀の話全然もちろん別だけど、はい、その 要はその最近の,その,、ね、あの大江さんの,あの,あの今のご懸念をもう、まあ、僕も,もうその記事とか見てると、はい、要はその,こうウクライナの危機が起きている時に円安になってるからなんか大変な、まあ、要は行き過ぎた円安が起きてるんじゃないかあと,その要はあともう一つのロジックとしてはよくわからない僕,僕はちょっとあまり理解できないけど原油高いになって輸入が増えて赤字になるから。 円安が進みそうなみたいな議論もあそう,いうなんか報じられ方もしてるじゃないですか。うん、で,で、まあ、これはちょっとねやっぱりこうなんて言うんでしょうまあそもそもあの円安が行き過ぎかって言われると、まあ、黒田総裁がおっしゃるように川内氏もそうではないしそのむしろアメリカの金利が上昇してドル高っぽくなってで日本は足りないんだから円安になってるっていう方が、まあ、日米両方ともいいわけなんですよね。 うん、だから、はい、あのそこを冷静に考えれば別に悪円安は悪くはないし何かこうおかしなことが起きてるから円安が起きてるっていうわけでもないで,ないでそこは何て言うんで,でしょう、まあ、ちょっとこうねあの要は、まあ、黒田総裁もその散々おそらくその、えー、のメディアに聞かれて多分円安でとかインフレでとかっていうことを多分聞かれになっていてでもそれでも見方変えられてないとかご見解変わられてないっていうことなんですそこは。 冷静だと思うんですけども、まあ、ただそのやっぱり心配なのはこういうそのまあなんとなくイ,インフレではなくて要は原油高とか食料品の価格の上昇っていうその身近なところの価格上昇が起きてることでインフレだっていう感じにな,ってなりだから。 円安がダメだから金融緩和も手じまわなきゃいけないみたいな話にそういうふうに世論が盛り上がりそうでかその世論とその政権の対応がちょっと変わるんじゃないかっていうのがそっちが一番そっちの方が一番の心配ですよね。だから実際その黒田今の日本銀行の対応が心配というよりはそこは安心なんだけども。はい 一年後の話もあるし一、はい、年後っていうかその次のその,、ね、の後あのともあるし、はい、その議論としてそのえっ、ー、とやっぱりこうなんて言うんでしょうなんかこう金融緩和の弊害が大きくなってる的な話っていうのが必ずしもあの正しいわけじゃないんだけれどもやっぱこれをこう、えー、ちょっとこう政治的なこう なんで意向もあって批判的に使いたいメディアがちょっとこうあのややあ、まあ、言葉は悪いんですけどちょっと悪用して少しこう間違った議論をしてるっていうことがやっぱり一番の問題かなっていう気がしますよね。なんか自国通貨が売られているのをあの喜んでる国民は日本だけだみたいな言い方をする人も出始めていて <laughs> えー、なんだその発言はと思うんですけれども。<laughs> うん 少なくとも今日22日株式市場は非常に大きく上昇しておりまして、はい、先週あの金利アメリカの金利が上がってドル円も上がって、うん、アメリカの株式市場は南朝だったんですね、うん、普通にあのアメリカの株式市場が下がれば日本市場も安いなと思ってた向きにはちょっと今日の日本の株高は意外だったようですね。すうん、ただやっぱりこれはあの円安が 日本経済にとって決してマイナスではないとプラスであるという、まあ、黒田さんのおっしゃったような動きであるということが確認できたかなとは思います,けどね,すよね。であとね、はい、やっぱり思い出したいのはそのやっぱり本,本来ではずっとこう、まあ、我々がデフレで苦しんでいた時、まあ、今もまだデフレから完全には脱却してないんだけれどもやっぱりその危機になると円高になってたじゃないですか、はい、まあ東日本大震災もそうだし、はい、リーマンショックもそうだし。 あとあのでもそれがやっぱりこうこなくなってきていて、まあ、コロナの後も少し円高になったっていうのはありますけどもやっぱりそうあまり致命的な円高にはなんなかったそれは為替のマーケットの動きがなくなってるっていう批判,的も,批判もあるんだけども結局その危機になるから円が買われるっていうのがそもそもおかしかったんで,んで,ねで,で今ね危機になると危機になって円安になってるからなんか大変だっていうなんか。 全然逆方向のなんか議論をして,いてなんか日本売りだっていうふうに言いたい向きがあるみたいで、ね、だったら株も売られるはずですけどね。だからちょっとこうね、はい、まあ何でもそのこうなんていうでしょう極端な方向にちょっとやっぱりこう為替ってこうなんかナーバスなーばんかこう捉え方によってどっちでも言えるからそのまあ メディアが少しこう極端にか書くことでなんかこう悪いことのようにこうね円安が悪いみたいな話にこう使われちゃうんだけれども特にそのこのね食料品価格が上昇とガソリン高とかってってってこれ政治であの税をね減税するとかそっちであのいくらでもできるじゃないですか、うん。はい、かか本来的に言うともうそのいわゆる円安の悪影響あまあねこのまあ当たり前ですけどもこのガソリン高は別に円安のせいっていうのはもうごくわずかでまあ多分その。 上がったそか、ね、30円ぐらい上がった分の1円2円程度なんであの円安の分はね、うん、まあ結局その w は原油価格全体が上がってるからなんで、はい、まあそれを真面目にやろうとしたらおっしゃるとおり時限、はいえー、的でもいいんで、まあ、ガソリン税結構日本高いんですよね、はいはい、の他ののアメリカと比べてもある。 でもアメリカでは、まあ、今日ニュースになってましたけども、まあ、アメリカのガソリン税はこれはあの、うん、国全体じゃなくてこの州ごとなんですけども、はい、結構やっぱりもう、えーとまあ、州知事の権限でできるっていうことなのであ<ー>、うん、ないろんな州が今動いてるんで。 まあ日本もねさすがにそう,そうできれば普通に、はい、普通に対応しようと思いますそうで、ねはい、その代わりに円安が問題だっていうのはやっぱりちょっとマットハ外れでそういうその議論をしてるのは危ういしあやっぱりその、まあ、財政政策っていうことで、えー、事件的でもその減税をしていくっていうのがこの、えー、ガソリンについてもそうだしあとまあ小麦とかも上がるまあ実際上がってまあ,あのもちろん 価格統制若干政府はね全部一回買い入れてるんで、あ、はい、小麦が買い入れてるんで、あの今起きてるほど上昇してるわけじゃないんだけども、半年後っ言われてます。そうで半年後で実際上がったんですけど、まあまだ本格的に上がってないんですよ。要は足元で上がってる部分ね。こ分で,でこれからの分を。 その吸収するっていうのをまあそこはその財政政策で手当てするっていうことで対応できるところは結構大きいと思うんでまあそこはやっぱり政治がおそらくこうしっかりしていただくとあのまあよりまともな国民生活がこう安全により安心して暮らせるようなこう状況になると思うんですけどもそれと違う方向でこう。 で円安がよろしくないとかっていう議論はやっぱりちょっと危険かなという危険で、ね、気がしますよね。はい、特に今日あの電力が逼迫しているもしかしたらランダム停電やるかもしれないって言われてる時に、うんはい、今大丈夫ですかね,ね。はい。はい、<laughs> まあエネルギー問題をもう少しちゃんと取り組むとか。<laughs> していただきたい。今何が起こっているのかということをちょっとこう、よく組んだ上で、対策してほしい。はい、あの、決してその年金受給者が五千円欲しいわけじゃないと思うんですよね。はい、<laughs> まあ、それはまあ、置いといて。まあ、もと、あ、なんか撤回されそうですし。はい、そうですね。はいはい、やっぱり、あの、不評みたいですからね。はいはい、だから、ちょっと、もうちょっと本質的な、なんか対策というのをちょっと考えてほしいなと思いますね。はい。今週も村上直樹さんに伺いました。ご覧いただきあた、ありがとうございます。ありがとうございます。日本には近代性。 が必要だ近代政党というからには、ちゃんとしたあのシンクタンクがなければならない全くこれまでと違った局面に今直面しているではないのか、その税金がどういうふうに使われてんだということに関して、本当に意味のある使い方してるんですか、さあ、チャイナが欲しがるような資源を持ってる中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。 目的は一つで日本が地球上で文明国として生き残るため。